はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3続きをやっていきたいと思います。ではダーマ神殿にいますので、今回は悟りの書をまず取りに行きましょうか。まあ、まだ転職はできないんですけど、そろそろ転職できそうなレベルなので。あー、メタルスライム、ちょっと待って、これは全員命令させろにして、まあ、こいつらだったら、あれ、ちょっと待って、あ、攻撃はあれか刃のブーメランか。そういえばアサシンだから一発で倒せるか、無理か。マッドオックスのギラじゃなくてメタルスライムがギラを唱えてくれればメラギラを唱えないか。メタルスライム倒したい、マジで倒したい。よしよしよし。っていうかさ、メタルスライムより攻撃力早くね速攻で逃げられるってことはないな。おお、いいね。誰もレベル上がんないけど、でも何千って必要だからね、そもそもが。で、忍びの花1個ある。女の子がいるね。この塔のどこかに悟りの書と呼ばれるものが眠っています。悟りの書があれば賢者にもなれましょうと。賢者にしたいね。人生は悟りと救いを求める巡礼の旅、ガルナの塔へようこそ。こいつらはさ、この大口橋が出てくるさところでさ、マジで何してんの。あのシスターとかも相当強いんだろうな。こっちは4人がかりでさ、この大口橋を相手にしてるからね。ベギラマとか唱えてさ、あのシスターは多分まあ僧侶的な感じだから、多分バギマとかは使えるんだろうな。バギだけじゃ無理でしょう。で、これはどっちから行く。一応ここ見てみる。え、旅の扉、なんでどこに行くの。マジで全然わかんない、どこに出んのか。あ、普通に塔の中か。てん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 、これ瞑想の邪魔をするでない、それだけなぜ旅の扉でつながっているのかは全くわからないが、宝はただ回収しておきたいよね。やっぱりあった、早速見つけた。ゲイキな人を追いかかってきたメラミ、これ別にボスはいないんで強っそれなりでいいかな。ガンガン行こうぜとバッチリ頑張れのあれがわかんねえな。賢さの種と種もちょっと溜まってきたかね。また使っていきますか。そうすると、やたら階段があるね。メラミ、メラミっていくつ使うんだ。とりあえず階段を適当に登っていきましょう。わあ、意味ない。では左の階段、ここはさらに上か。ここまで来て何にもない。一応盗賊の花を使ってみる。2個、ここにはないでしょう。もうここにあったら終わるな。さすがにもう来る気にはなれない。ってことはこの階段2つは外れでしたね。では、あー、なんかこのありそうだよね。確かに大口橋がやたら出てくるな。2回攻撃か、大口橋マジか。てかミカミックスの刃のブーメラン強えな、普通に豪傑だけあって攻撃力が高い。おお、これはまた綱渡りか。こっち側へ行きましょう。しびれ上げ派メラミ、マジでガンガンいってんな。
本当だったらね、このガルナの塔を攻略し終わった時にレベル20に達してると転職ができていいんだけど、さすがにそこまでのレベルは上がらないと思うんで、ここに出てくるか。とりあえず上、適当だけど。でさらに上に登って、お、宝箱。ここ自体宝箱何個あんの？あと1個。じゃあ右の方に行ってみましょう。ちょいと広いとこに出てきたね。少し複雑だな、この塔は。上り下りが結構頻繁にある。さっきこれ上の宝箱を開けたのと同じ階層だっけ。ああ、ここね、ここでね、まあ落ちるっちゃ落ちるんですけど、ちょっと左を見てみましょう。わあ、メタルスライム。ちょっと待って、これは命令させろ。全員メタルスライムに攻撃を集中させろ。逃げるなよ。倒せろ。倒せない。よしよしよし、あかねちゃんのアサシンだが発動せよ。あかねちゃん無理、逃げられた。まあアサシンだがね、攻撃してもね、急所をつけるかって言ったらまたそれは別の話だから。おお、銀の髪飾り。銀の髪飾りとか買ったし、売るか。じゃああ、黒ずきんよりはでも強いんだ。何よりは弱いんだ。とんがり帽子よりは弱いのか。まあでも守備力が上がったんで全然よしとしましょう。あれ、ここも何にもないか。うわー、メタルスライムがいっぱいいる。ガルーダくらいだったら多分ほっといても大丈夫だと思うんだよね。1、当たらない当たらない。 B がメラか。 A が今1ダメージ取ってるからね。ブーメランはね、大体効かないんだよね、メタルスライムに。よし、もう一回。3与えれば多分倒せると思うんだけどな。ゆずちゃん頼むぞ。与えられないか。 B が逃げて A が残った。 A は倒せそう。ガルーダとかどうでもいい。あかねちゃん、ももちゃん与えられない。ももちゃん、よし倒したー。いいね。ラリホー、鉄の爪を盗んでいた。盗賊これがあるからな、結構いいんだよね。一応盗賊レミラーマが最後なんで、レミラーマを覚えさせたらちょっと戦士とかに転職しようかなとも思ってるんですけど。スカイドラゴン、形だけはかっこいい。しかし一体で来るとは。命の木の実を盗んでいた。いや、さすがだな。ここら辺かな。すげえ適当だけど。よしよしよし。で、ここに落ちてきて、ここに落ちてきて落っこっていいんだっけ。ん？落ちるとこ間違えたか？大丈夫か？で、悟りの書ゲットー。あともう一個宝箱をね、取ってないところがあるんで、ここには宝はないから意味ないか、このフロアは。ちょっと一回落ちて、階段が3つあったところですね、それをちょっと下に行きましょう。この右に見える階段ですね。あそこの旅の扉もあるね。まあ、ここはね、メタルスライムが出る可能性があるんで、その場合はかなりの経験値稼ぎになるから
バッチリ頑張るにしてみよう。普通に女神となるし、まあいいんだけどさ、もう物はゲットしたから最悪いつでも逃げられる。でここは落ちても多分しょうがないと思うから、どうだったっけな、何かわされた。必ず大口橋に女神を唱えるな。なんか恨みでもあんのか。え、もうベホイミ唱えるの早くねえか。効率よくキャドで。賢さの種。ここは、あ、そうか、ここでこう来るのか。で、さっきの三つ股のところに来て、で、ちょっと下を覗きましょう。あの、下にあった宝箱を取りたい。これ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 。よし、小さなメダル、よかった。じゃあもういっか、リレミトで脱出しよう。で、小さなメダルもだいぶ溜まってきたから、一回アリア班に行って、で、まだレベル20にはなってないからね、どうしようか、どこへ行こうかっていう話なんですけど、とりあえずはまあ、井戸を覗いて、ランシールのね、ダンジョンもね、結構一人で行かなきゃいけないから辛いんだよね。ヤマタノオロチとか挑めるか、これで。インテリメガネ、よしよしよし。ハヤテのリング。いや、もうここら辺多分いらないよな。ちょっともう一回、道具整理。悟りの書とかそのまま普通に持ってるし。で、ちょっと性格、お嬢様、切れ物。いや、まあ切れ物は切れ物で、別にインテリメガネを装備させる必要もないから、まあももちゃんを性格変えようとすれば性格変えたいんだけど、まあ今のところはでもこれでいいでしょ。やっぱりね、セクシーギャルなんだよね、セクシーギャル女性は。よし、ちょっとジパング行きますか。そうすると一回ダーマへ戻って船で行きましょう。船で、ちょ、狭い。よし、祠になってるけど、一応あれ、まあ町なんですよ。おお、女神を唱えるね。バシルラー、効かない。イカ土の杖ってどっちが持ってんだっけ、ももちゃんとあかねちゃん。ももちゃん18レベル。ザメハ、うーん、どうだろうな。もう究極のところまで来ないと使わないからね。ももちゃんがイカ土の杖か。これはこれは、ジパングへようこそおいでくださいました。金太郎みたいなやつだな。わ、外人だ。僕の大好きな弥生姉ちゃんが生贄にされちゃった。布の服、超いらん。なんということじゃ、一人娘が生贄に選ばれてしまうとは。あと3個、結構あるね。ヤマタノオロチは恐ろしい化け物じゃ。不思議な木の実、何もない。次の生贄は私かも、助けてくださいまし。こういうところには毒ガの粉。あれ、あと何個、あと1個、これで。あと1個だね。生贄を捧げなければオロチがやってきて皆を食べてしまうでしょう。まあここはヤマタノオロチの脅威にさらされているということだね。ここはない。じゃあ用なしだ。
あとアイテムがありそうなのはそこか。オーブ、なんじゃそれは。ようわからぬが、宝の玉なら卑弥呼様が持っておった。木の帽子、あ、これで全部だね。本当に男の子でよかった。娘だったらいつ生贄にされるかと心配ばかりだよ。まあそれの心配もあるけどさ、私この国に神の教え広めに行きました。おお、でもここでは卑弥呼神様ね。女の子ばっかり生贄に捧げてたらさ、男ばっかになっちゃうからさ、子供が生まれないよね。で、ここにね、なんかいるっちゃいるんですけど、一応宝を先に取っていきましょう。力の種。何にもない。小さなメダル。よし、これで全部取ったから。なんと人の頭が見える。よく壺の中に入ってたよな。お願いでございます。どうかお見逃しを。せめてもうひととき生まれ育ったふるさとに別れを告げさせてくださいませ。弥生ちゃん、生贄ですね。じゃあちょっと奥の方へ行きましょう。我らがあるのも卑弥呼様のおかげじゃ。卑弥呼様がオロチには生贄じゃと言ってくれたから。ここは完全にトレードオフだね。生贄を捧げるから、まあみんなを守ってくれみたいな、全員は勘弁してくれっていう。ここは我らの主卑弥呼様のお屋敷。外国では皆そのような奇妙な出立ちをしているのか。情けないの、情けないの。5個結構いっぱいあるね。米俵みたいなのを調べてみる。調べられない、何にもないか。座布団。卑弥呼様もオロチには頭を悩まされているはずじゃ。ない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 、マジか。オロチを退治できたなら卑弥呼様もきっと喜ばれましょうに。よし、そのオロチを俺がやっつけてやると言いたいけど、ちょっと厳しいんだよね。強いんすよね、ヤマタノオロチ確か。卑弥呼様は近頃摩訶不思議な神通力を身につけなさったと。生贄は卑弥呼様の予言によって選ばれますと。小さなメダル、何にもない。力の種、何にもない。タンスがいっぱい。鱗の盾、今さら。稽古着、今さら。全部売ろう、これは。金に変えよう。なんじゃお前は。はい、いいえ、意味がわからん。いいえ、答えずとも良いわ。そのような入れたち、大方この国の噂を聞き外国からやってきたのであろう。愚かなことよ、わらわは外人を好まぬ。早々に立ち去るのじゃ。良いな、くれぐれもいらぬことをせぬが身のためじゃぞ。はい。一緒か。あれって全部は取った？ああ、全部は取ったね。まあ、とりあえずこのジパングはヤマタノオロチがいるので、そいつをやっつけようというのが今回のあれだけど、ここに人がいるな。弥生は逃げてくれただろうか。祭壇に縛り付ける縄を緩めておいた。祭壇？祭壇がここにあるのか。そもそもここの洞窟も結構敵強かった気がするんだよね。あれ、こっち行ける？行けない。行き止まりだね。また宝箱はね、全部回収していきたいんだけど、豪傑グマに溶岩魔人か。あれ、あかねちゃんのマジックバーが減ってんな、そういえば。ちょっと一旦ヤマタノオロチまでのルートを開拓したら逃げ帰るか。あとブーメランなんて装備しててもしょうがないからね。鋼の剣とか売っちゃったからな。でも鋼の剣もブーメランもあんまり攻撃力は変わらないから、かといってそのために何かを買うのもな、あれだしな。ブーメランで頑張る。こっち何もねえし。メタルスライムとか出てきてくんないかな。右か左か、左から行こう。おお、右は行き止まりだったね。
鬼面同士。大王がもだってピラミッドにも出てきてたから雑魚でしょ。何結構ヒットポイントがあると思ったら、アカネちゃんのアサシンダガーで倒したか。死ぬと1万円が半額になるからな、それは避けたい。階段があるけどちょっと先を見てみましょう。何にもない。あれ宝箱って結局なんだっけ。1個、この1個さえ回収すれば先へ進めるというもの。鬼面同士がいっぱいいるな。ゆずちゃんもそうか、無知か。火力的に対1対1ゲー混乱しやがった。ゲー、あかねちゃんメラミか。ベギラマだろうここは。大丈夫ゲー、あ我に返ったか。メラ、ベギラマちょっとなんかタイミングがよくわからんけど、あ効かない可能性があるのか。なるほど、確実にあれだね、1体倒すっていう方向だね。ってかすげえ攻撃力か、豪傑グマ。さすがに目玉にか効かんわそんなもん。多分この前ベギラマとか使ってきた怪しい影はこいつだったんだな。ゆずちゃん19レベル、素早さめっちゃ上がってんな。お宝箱をゲット。般若の面、これは呪われてるからね装備すると頭が混乱するっていう。守備力は確かめちゃくちゃ高かった気がします。名前からして怪しいからね。でも般若の面なんて、えこっちなんかすげえ祭壇っぽいな。あれここもなんか、あこれが祭壇か。人骨があたりに散らばっている。どうやらこれが生贄の祭壇らしい。盗賊の花、あ宝はないんだ。でそうするともうヤマタノオロチだよねこれ。この先にもうヤマタノオロチがいたと思うんで。ただメラミをちょっと使いすぎてマジックパーがない。この状態で戦うのはかなり危険だからな。多分メラミがダメージソースになると思うんで、メラミ効かなかったら終わるな。いるね超強そうだ。目が合ってしまった、帰ろう。あれあいつ逃げてったみたいなでここ自体はなんか宿屋なかったよね。そういえば宿屋ないから適当にダーマ神殿とかに行って寝るしかないか。それか金があるからな、一回エジンベアに行って装備を整えてくる。どうせだったらそれもありだよな。いや俺の中でヤマタノオロチ超強いんで、この1万円をちょっと消耗してこよう。金を使って攻めて、ヤマタノオロチ問題はちょっと一旦置いておいて、そうするとどこから行けばいいんだ。これ祠を経由していくんですけど、あのアッサラームを東に抜けたところの上に祠があるんで、そこから行けたような気もするんだけど、どこへ飛ぶかだな。いずれにせよ遠いな。バハラタに一回飛ぶか。バハラタ周辺の敵って聖水効くのかな。2個あるからちょっと使ってみよう。聖水ってどこまで。全然ダメだこいつらでさえ効果がない。いやメラミとか本当にマジックパワーの無駄だな。経験値50だからね。キャド節約していこう。節約してモン節約とかってあったっけ。作戦はなんかねちょいちょい変わるからね、作品によって。またこれか。見てみよう全員。呪文使うなか。
いろいろやろうぜとかさすがなくなってるね。いろいろやろうぜとかマジ意味わかんないからな。本当にいろいろやりだすからね、無駄な行動を。よし、あかねちゃん18レベル。インパス、ようやくインパス覚えたか。結構敵の出現率が高いね。メラミがいくつ使うかちょっと見てみるか。今マジックパワー81だからいくつ減るかだね。なんかアッサラームから来た方が良かったかな。結構減るね。6使うじゃん。ベギラマ一発分か。まあ確かにね、メラミ攻撃力は高いからね。もうメラとメラミのさ大違いだからね。メラゾーマもかなり強くなるからね。敵単体とはいえ、だってダメージさ90近く当たるんだったらめちゃ強だよ。もうこのさ単体単体の敵が多すぎるんだけど、グループとかだったらもうまとめてさ、ムチとブーメランとベギラまでなんとかなんのに。今のところ単体系の敵に弱いんだよなこのチームは。よし、ここのちょっと祠に寄りましょう。で、噂ではこの泉の真ん中に祠の牢獄があるらしい。囚われていた者たちの魂が今でもさまよっていると聞く。こっち一応行けるね。ここはオリビアの岬。嵐で死んだ恋人を思い、オリビアは身を投げました。しかし死にきれぬのか、通り行く船を呼び戻すそうです。もし恋人エリックとの思い出の品でも捧げれば、オリビアの魂も天に召されましょうに。噂ではエリックの乗った船もまた幽霊船として海をさまとよっているそうな。不幸だらけだな。あと1個、ここら辺はないか。せっかくだから寝よう。なんだかんだ言ってさ、この世界結構いろんな人たちが旅してるよね。みんなモンスターどうやってやりくりしてんだろう。あれちょっと待って、ん、どっか、 あったあった、これか、小さなメダル。上か下か、とりあえず下に行ってみる。これはどこだ、またあれ。小さなメダル。じゃあ盗賊の花を使うか。あと1個あるのか。さらにあった。おお、いいね、小さなメダルが2個も落っこってる。ここ自体はどこに出んだ。全然無駄なとこだな。旅路の祠でねワープしてきても船がね近くにないんで、結局ね無駄なんすよね。でここは、これどこ、これ見覚えはあるような気がすんな。ここあれか、ポルトガのところか。ちなみにここって1個あるんか。このフロアってこのフロアでいいんだよね。この下か。じゃあ、いや、もういろんなところにさ散りばめさせるよね。あった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 、小さなメダル。起きてよかった。で、上から来たから右へ行こう。ん、これはどこだ、もう全くわからんわ。あ、ここがあれか、エジンビアか。エジンビアじゃなくてサマオンサか。いやー、やはり敵が強くなっている。メラミでこのコングを倒せない。70でも死なないのか、相当強えな。しかもベホイミを使ってくるシャーマン。
ダニホー、眠らなかった。いやこれガンガンでいこう。バッチリ頑張りだとよくわかんないの使ってくるかな。ももちゃんは普通にね、イカズチの杖を使ってもらいたいんだけど、シャーマン効かないとか。マジかよー。ガメゴンとかさ、ちょっと待ってね。これももちゃんを命令させるにして、イカズチの杖を、小さなメダルいっぱいあるね。ガメゴンか魔法ババか。魔法ババベギラマ使ってくるからね。魔法ババにしよう。おお早速使われた。これ連発されるときついからな。早急に倒す。うお2発、メラミでガメゴン、いいね。効かなかった。悲しすぎる。くーらえ、効かなかった。しかも眠ってしまった。マジかよ。魔法パパベホイミまで唱えてくんの。ユズも眠りやがった。もうこのガメゴン硬すぎるからな。ちょび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 ダメージを与えていくしかない。20。結構食らうね。ダメだゆずちゃん、火力が足りない。メラミが入ってくれれば効かない。まあ、でも使うってことは効く時があるんだろうなきっと。ももも無理。しかもミカミックスが眠ってしまったよ。しまった、ももちゃん攻撃しちゃった普通に。いや全然効かないよ。ちょっと待って、ちょっと待って、攻撃でしょ。ここは一応ベホイミが先に入ることを祈って。やばい、やられる。ベギラマ入れ。入った。入るのは入るか。でも全然通らないね。うお効かない、マジで効かない。シャドウはどう、効かない。魔法耐性ありすぎだろ。ここまで長期戦になるとは。メラも効かないしね。いやガメゴン強えわ普通に。まあ経験値も500持ってるからな。どっちかっていうともうこっちの方が楽だよね。メラミを地獄の鎧に行かねえか。コングを先に倒すか。まあそれもいいでしょう。ガハハハ、痛恨の一撃。ちょっと待って、サモン様であと少しのはず。あれは使いたくない。鉄の鎧を盗んでいた。よしよしよし、世界樹の葉はちょっと使いたくなかったからね。小さなメダル、なんかお葬式っぽいことを右でやってるね。あれいねえし。盗賊の花だけ。まあ、ここはもう地点登録すればあとはルーラーで来れるんで。俺が用があるのは武器屋なんだけど、いねえじゃねえかよ。葬式へ参列している。まあじゃあちょっとその葬式を覗くか。あんたなんで死んだのよ。おいおいねえ、もうお父ちゃんは帰ってこないの。どこか行ったの。ぶれないよ、お前はいいやつだった。王様の悪口を言っただけで死刑。これじゃおちおち商売もできない。天に増します、我らが神よ。戦士ブレナンの冥福を祈りたまえ。こういうとこか、なんかあったはず。この墓場、素早さの種。あれこっちは別に何もない。小さなメダル、本当に。あ、ここだからか。葬式っていつ終わんの。まあとりあえずじゃあみんなに話を聞くか。
多くの人たちが毎日牢に入れられたり死刑になっている。昔はお優しい王様だったのに。何もない。力の種、盗賊の花、何もない。で、一応この上も行くか。もしも、あんじゃなくて、あんたも命が欲しいならお城には行かない方がいい。魔王が世界を滅ぼすなんて噂もあるし、長生きなんてするもんじゃなかったわいいと。ん、ここは？あ、武器と防具の店。ドラゴンシールドか。これだよね。ドラゴンシールドは、なんか、炎とかに耐性があった気がするんだよな。いや、整理しよう。よし、整理したぜって。で、風神の盾も耐性がないからね。156か153だったら、これ多分ドラゴンシールドの方がいいでしょう。あと、魔法の鎧。ももちゃんが上がるね。ゾンビキラー。9800円とか高すぎるな。パワーナックル。攻撃力変わんねえし。ゾンビキラー高すぎだな。高すぎだけど買いたいね。タイ。ヤマタノオロチ用に般若の目1円とか。いらないからな。別にアイテムコレクターじゃないんで売ろう。鱗の建物でしょ。木の帽子でしょ。小銭を稼いでこう、布の服。これとこれとこれとこれみたいな感じで売れないのかな。早手のリングとかこれもいらない気がするんだよね。まあ、それは本当に金に困った時に売るか。鉄カブト。ルーズソックスとかもいんないんじゃないか。1650円。ちょっととく。それは残念だな。怪しいおっさんだな。ルーズソックス売ってくれるのかって言って、売らないって言ったらさ、それは残念だみたいな。シルクハットとかもいらないでしょう。銀のロザリオじゃなくて、なんだっけ、すっげえ高く売れるやつ。ルビーの腕輪とかもいんないんだけどね、正直。黒ずきん。これ2つとか、一気に売れないのか。黒ずきんも売るでしょ。魔法の盾を売っちゃおう、もう。よし、これで、ゾンビキラーだって、125から168、これはかなり上がるよな。これ1個買っとこう。で、ミカミックスにして装備はしていかないと。よし、これでだいぶ金が減ったから、またダフマへ行こう。このまま。で、蘇らせるんだけど、800円あれば、まあ、大丈夫でしょう。多分2、300円で蘇らせられるはず。生き返らせると330円、結構するな。で、雇い屋に寝て、ジパングに行って、ヤマタノオロチ退治に行こう。で、ヤマタノオロチ戦だとな、ちょっとユズちゃんが火力不足になりそうだけど。それはしょうがないか。最悪薬草を何個か持たせて、ちょっとでもヒットポイントを回復する役目にするか。で、ももちゃんはもうちょっとベホイミ要因になるから。で、そもそも倒せるかっていう疑問点もあるんだけど、とりあえず挑むだけ挑んでみましょう。で、なるべくマジックパワーは使いたくないけど、そんなに複雑なダンジョンじゃなかったんで、3つさえ分かれば。戦闘回数は全然ないね。なんか敵出ないね。豪傑グマ。ちょっとみんな命令にしよう。で、戦う。で、イカズチの杖。ベギラマはもう唱えよう。これはいけるはず。ベギラマどこ？あれ、マジでどこ？3番目にあるんだ。なんでだ。こういうね、
力の低いやつだったら全然無知でもいいんだけど。レベル20くらいでレミラーマを覚えるはず、確か。ヤマタノオロチを倒してどれだけの経験値をもらえるかだな。いるね、これはもうそのまま行こう。ちょっと待って、やっぱり薬草を一応ゆずちゃんに2つくらい渡しておこう。いや3つ渡しとくか。何も言わないギャオーンと言っただけだ。ラリホーとか効かないだろさすがに。これはもうゾンビキラーでいこう。でゆずちゃんはもう攻撃するしかないよね。でももちゃんどうする。これルカニが効くか。一回ルカニをスクルトとか唱えておく。いやメラミで攻撃をするか。ボミオスで素早さを下げる。なんかいろいろ考えてるけど、メラミでいこう。火を吐いてきたりするからね。効かない、マジか。これはかなり絶望感。効かない、出てきた。84強い。あ、攻撃してくるじゃん普通に。これゆずちゃんは薬草にして、でもね効く可能性もあるから。スクルト1回唱えよう。スクルト2回唱えたいね。そうするとルカに効け。よし68下がった。いいねいいねいいね。これもう一回いけるな。ルカに。でももう一回スクルト。よしよしよし。ルカに、どうだ。聞け。あ、何も起こらない。これ、火炎が強いんだよね、やっぱり。で、攻撃の、やっぱ薬草を使って、アタッカーは確実に死なせたくないからね。でももちゃんもちょっともうベホイミに入ろう。でメラミ聞いてくれ頼む。聞かない、完全に聞かない。ユスちゃんすげえ防御力たっけえな。でじゃあユスちゃんも攻撃に入って、ももちゃんはもうベホイミでアカネちゃんを回復させて、アカネちゃんのメラミがな、マジでマジで入らないか。ガー2回行動してきた。やっぱりな、死んだ。何も起こらなかったになんの、マジで。これはちょっとこれでいこう。ヤマタノオロチが怒ってきた。あぶね、スクルト唱えといてよかったな。もうあれだ、薬草がない。やっぱりモモちゃんを回復した方がいいから、ゆずちゃんは最下壁だ。火炎でやられた。ゾンビキラー買っといてよかった。でもどうする、もう常に回復してミカミックスが攻撃をする。これでいこう。いや25か、それなりに食らうね。痛い。会心の一撃、まだ倒せないか。うお、ミカミックスはもう全然食らわないな普通の攻撃だと。火炎だけ気をつければいいか。ベホイミちょっと早かったね。どっちかって言ったら攻撃を食らってからベホイミを唱えたかったけど、これはもう備えよう。やっぱり危ない。回復は早めに行くか。これはどうする、何か使う。ピオリムにしとく。なんとなく痛い痛い。まだ死なない、さすがに強い。ベホイミを、そうだな、自分だな。ミカミックスはなんとか持つと思うんで。回収の刺激、まだか。で回復させとこう。あと3回か。
しぶとすぎる。女神が効かないっていうのが痛いよな。ようやく倒した。2人だ。これはレベル上がりそう。普通に1040。大してあれだね。草薙の剣を見つけた。よしよしよし。お、これは逃げていったのか。そしてワープした先には卑弥呼様、今すぐ傷のお手当てを。それにしても卑弥呼様は一体どこでこんなおけがをなさったのやら。大変なのだ、出て行ってくれ。卑弥呼は声を出さず頭の中に直接話しかけてきた。わらわら本当の姿を見た者はそなたたちだけじゃ。黙っておとなしくしている限りそなたを殺しはせぬ。それでよいな。はーい、ほほほ、良い心がけじゃ。いや、こっちはもう死人を二人抱えてるからね。あ、こいつらは別に普通か。ちょ、無理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 。ダーマ神殿帰ろう。627円。卑弥呼さんってっていうか、ヤマタノオロチって金いくら持ってたっけ。あんだけ強かった割には1000しか経験値くんなかったかな。でもう一回戦わなきゃいけないんですよ、結局は。で一応ここでね、回復はできるんで。370円ってさ、金足んなくねえか。二人蘇らせる。金が足りん、絶対足りないよこれ。あかねちゃん330円とか。神への感謝の気持ち、これを惜しむとは情けない。いや、そんなこと言わずにさ、こっちだってお金ないんだからさ、ただでさ蘇らせてちょうだいよ。ちょっと適当にアリアハン行くか。物を売ろう、物を売って蘇らせなくては。いや、ただね、ゾンビキラーは買った甲斐はあったね。これゾンビキラーなかったら絶対倒せなかったわ。ギリギリの戦いだったからな、本当に。で、一応草薙の剣を手に入れたのか。鉄の盾売ろう。これでそれなりに金が調達できた。で、草薙の剣かゾンビキラーかって言ったら、ゾンビキラーかい。マジか。でも草薙の剣をニカミックスに装備させて、ゾンビキラーはももちゃんとかもね装備できるんで、そっちに渡しましょう。まあでも、ヤマタのオロチ戦はももちゃんは別にアタッカーにはならないんで、まあそのままゾンビキラーを持っておきますか。ゾンビキラーはじゃなくて、草薙の剣はさすがに他は装備できないと思うんで、あとはこれでもう一戦戦い抜けるかって言ったらちょっと厳しいよな。さっきも会心の一撃が2回出たとかそういう運もあったから、なんとか、本当になんとかだよね、勝てたけど、次もそうもうまくいくとは限らないからな。ちょっとレベル上げしたいよね。魔法使いを賢者にしたい気もするんだよね。かといってあと行くところはどこだ。ランシールとかか。ちょっとランシール行ってみる。でランシールは一人で行かなきゃいけないんだけど、誰を行かせるかだよね。主人公は一応ホイミがあるんだけど、ホイミだけだと心もとないしな。ちょっと道具屋でまた薬草買ってくか。薬草売ってねえしここ。マジか、薬草売ってないとか、そんなんあんの。飛んでばっかりだな。薬草を売ってくれ俺に。とりあえず8個9個買っちゃおう。持ちきれなかった分は袋と。よし、でまたランシールへ飛ぼう。ランシールはね、一人旅になるからね。で、あれ、ここら辺って行ったっけ？ちょっと、盗賊の花。あと2個。
イエローオーブは人から人へ世界中を巡っている。山彦の笛であっても探し出すのは難しいと。こことか怪しいよね、やっぱり小さなメダル。こいつは、あ、そうか、地球のへそか。で、なんかスライムがいたよねなんか見えた。消え去りそう思ってるかい？持ってないよ。なんだ、エジンベアのお城に行きなよ。なるほど。で、ここはわしには見える。もし旅先で別れた仲間がいるとすれば、そのものが希望をもたらすであろう。え、何言ってんの、全然意味がわからん。じゃあこっちにも入って、あと宝が一つあるって言ってたよね。そういえばよく来たミックスよ。ここは勇気を試される神殿じゃ。たとえ一人でも戦う勇気がお前にはあるかない。ちょっと待って、これは星降る腕輪をゆずちゃんに渡して、ちょっと風神の盾いらないで装備して、でかつ、並び替えでゆずちゃんを先頭にして、これでいこう。守備力209でしょ。ミカミックス110だからねやっぱり素早さが半端ないから、これでいきましょう。ゆずちゃんで、ゆずちゃんはムチムチだから、まあ、グループが出てきても大丈夫かな。では行けゆずよ。宝箱を発見、小さなメダル。これでここにある宝は全部手に入れたか。では行けゆずよ。ゆずちゃん一人か。薬草は持ってるだけ持ったからね。でここを一応見てみよう。盗賊の花4個。しかも死んだらさ、一人だったらもうどうにもならないからね。ベビーサタンとか出てくんのね。もうこれはガンガン1個手にしとこういいでしょ別に。4、ザーブねそう、ベビーサタンはねこういう感じか。マジックパワーがないんだよね。なんかメラミとかさ、イオナズンとかも唱えてくるんだけど、覚えてるだけでマジックパワーがないっていう。まあ、これくらいならなんとかなるか。で、経験値がね、4倍になるはずなんで。まあ、それでも192か。け戻ってきたんだけど。下に行きましょう。メタルスライムでも倒してる暇はない。これメタルスライム倒せればでかいけどな。いや無理だよね。ちょっと一人でメタルスライムを相手にするのは無理だよ。まあ、ここら辺の敵だったらまあ無知でなんとかなるかな。これはゆずちゃんで正解だったかな。でもミカミックスもねブーメランだからね、どっちが良かったのかね。ただまあ防御力は圧倒的にゆずちゃんの方が強いから。お、ここで宝箱をゲット。小さなメダル、よし。左側も見てみましょう。じゃあゲッ、殺人鬼とかも出てくるのか4、うん、だいぶ持つね。硬い、ゆずちゃんはマジで硬い。そして殺人鬼3体も2ターンで倒せるか。おお、450、結構な経験値だね。これゆずちゃんレベル20になりそうだな。ここで248円。アントベアでもそれなりに与えてくるか。54、一発では倒せない。で左に行って宝箱とマジでこれ終わるんだけど。ミミックとかマジかよ。いけるか、魔法トラ。無駄にマジックパワーあるかな俺。ザキとかマジシェーダーマジかよ全滅してしまったトラップだよ、マジ超トラップだよこれ。おお、ゆず死んでしまうとは仕方のないやつじゃな。ちょっといいわ金はでもまあそれなりだったからね、使っといてよかった。どうしよう、もうちょっとだけ強くなってから来る、それともあのミミックを諦める。
というところで、そうですね、じゃあちょっと死んでキリがいいので、今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。